さて、まだ放送前なんですが、できるだけ早く進もう。ちょっと時間気にしすぎかな。その前に、焼き鳥画面が出ないな。出た。契約できてるね。じゃあ57、8分からおっと危ない危ない。あ、そうだ、おった、あれこっちか、お互いをこっちに詰めていて給電開始して、じゃあ出発。あれ、散歩じゃなくてあの中か。ご飯と餃子とラーメンのセットだったけど、案外ペロリと入ったな。ちょっと腹重たくなるかと思ったんですけどね。あ、20度超えた。もう白いのがいる。なんかちょっと似た感じだったな、さっきのドライブインの犬と。そうだ、結構線路があるんだっけ。ないな。線路はもうトンネルの中かな。気バスだ。そこあれで逃げると言っても
応あるな。トラブルが起きた時とか、ピークだ。何ソングって書いてあったんだ。峠とかの名前は特にないのかな。地図でも書いてないな。三陸町あ、名前あった。 横山峠だ。なるほど、それでドライブイン横山で陸前横山駅あれ、こっちは16度だ。風が涼しい。
いなこの下り坂こんな登ったっけ。頑張ろう。南山って書いてあるな。南三陸。なぜかトラックを追い抜いていかない。なんでだ。なるほど、見通しが悪かったからか。海苔か。海苔の養殖とかもどうなんだろう。津波だったら全滅してそうな感じがするけど、ね。でも稼働してるな。あ、GPS がハングしてる。ってことはもう1時ぐらいになってるのか。なあ、ちょっと。まあいいや、後回し。放送始めないと。あ、過ぎてる。枠が取れたよ。しまった。本当よく看護するな。再接続に成功しました。すいません。とか別にこのネタ書いてる場合じゃないですね。泊まりです。FM エリア復活するかな、これで。最初からダメってことはないよな。謝罪の気持ちが感じられない。笑。11ですよ。すいません。あのですね。ちょっと下見てるの。このぐらいか。いや、気にしないと。これでいいか。キャロボさん。すいません。ですね、GPS の時計見ながらまだ12時54分だなと思ってたら GPS が止まってました。本当にこの E-TREX の新しいやつはよくハングするな。峠からの下りの分が取れてない GPS ログが。で、さっきこれあのビニールテープで、あ、昼飯はですね、結局何食ったかっていうと、こんにちは、餃子セット、あ、無料延長はオンのままだったはずなんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとまずは GPS を再起動しないと。本当によく止まるよこれ。お昼ご飯お腹いっぱいです。餃子セットはライスと餃子とラーメンとサラダのセットなんですよ。まあ、サラダってあの餃子の横にちょっと書いてあるだけなんですけど、出る、これは触ってしまっただけです。これでよし。でこの GPS に全国分の30ギガ近いデータがこの中に入ってるんで、それを認識するためなのか起動に数分かかる。そう、すごく面倒です。その通り。じゃあちょっとこれでこっちにこうして、黄金セットでございます。カロリー的にも黄金ですね。で、また触った。
で700円でした。なんかあそこのドライブインがそうなのか、この辺全部そうだったのか、物価安いですね。あ、ドライモン、あれなんか違う。あ、まとまった焼き餃子。ツイッターがですね、なぜか映像を流れてなくて。こんにちは。本当にいい天気でよかったです。ハックどうだろうな、結構ハンドしやすいという情報も聞くし、これでいいかな。これでよし。いい音だ。じゃあちょっと自動延長の件もいっぺん確認してから。自動延長になっていて、イエスベルジマン。甘津飯って読んだな今。私は餃子セットです。ラーメン餃子。あ、そうだ、今止まってる間に見せられるかな。あ、でもこの明るさじゃ無理だ。デジカメ写真のファインダー見てもらえば再生して見せられるんですけど、この外の明るさじゃ今ダメですね、無理ですね。さて行こう。あ、いらっしゃいませ。木のベルですか。木だとなんか響かなさそうだけどな、遠くまで。真鍮は絶品ですね。アルミとか鉄とは違う。小ロボ、あ、生ですか。あ、こっちでもよかったかな。でもドライブインっていうのが今時あまり残ってないんで、さっきドライブイン横山さんで食っちゃいました昼飯で。峠越えてずっと下ってきました。今横山峠、今は三陸、何三陸町だっけ、南三陸町だ。南三って略してあった。南三陸町ってとこに入りました。あ、海見えてきた。でここから先は被害がひどかったという話を聞いてますけどね、実際どうなのかは知らない。行ってみないと。いや、まだ宮城県です。今日気仙沼まで行くんですけど、あ、被害が、南三陸町っていうの全体がそうなのか。荒れ地、海が見えたらあれじゃなかったかな、夢旅人じゃなかったかな。うん、あ、分かりづらく、あの辺どうなんだろう。黙祷、なんかそういうの意図的にやってる目的で来たわけではないので、普通に走りたいんですけどね。ああ、これ家があったとこですかね。私は山の方がどちらかというと好きですね。家、これ家でもそこにあるのは、あれは新しく建てたのかな。そこのアスファルト途中でなくなってますね。やっぱりこれも被害があったところ、瓦礫置き場っていう感じのとはちょっと違うかな。そう、資材置き場です。そこは資材置き場、復興支援はそこに行って合流してお金。そう、合流。でも私ドライブインでやたら安かったんで、700円の餃子セットしかお金落としてないです、今のところ。なんかコンクリの跡みたいなのがありますけどね。あ、でもこれは確かに作業場っぽいな。あれはコンクリ砕いてんのかな。こういう、とりあえず今日は宿泊ぐらいかな。今回はいくらでも合流してもいいな。自転車何しても。あ、これは新しい建物ですね。左側に陸前戸村駅、駅消費してください。あっと、魚屋さんですね。明らかに新しい。あれ、線路があったところか、向こうの方の。
あの土手みたいになってんのは、あ、線路跡だ、やっぱり。止まった。あ、1ヶ月まだ出してないです。めんどくさがっちゃって。電波来てないですか。あ、こういうところで食べてもよかったな。ホッタテ小屋、ホッタテ小屋って名前の店ですね。うわ、やっぱりこの辺全部線路流されちゃってるんですね。あそこもなんかコンクリの壁が剥がれたようなところもあるし、あー、まだ小屋がひっくり返りかけてるやつとか残ってるな。山が変だ。あとこれセブンイレブンがプレハブだ。プトプト、あ、プツプツ立ち枯れしてるね。立ち枯れして、あ、なるほど、あれのことか。なるほど。あー、営業時間6時から20時まで。戸倉駅の駅みたいなものは見えないですね。あ、駅前、陸前戸倉って書いてある。あのコンビニだけどセブンイレブンのあのタイルの色がないですね。仮設トイレって書いてある。松島はよ、松島はもう列車で過ぎてきてしまいました。質川へ向かっているのですね。質川、あ、その辺りだと思います。今全然行ってないのかな。ここをずっと行くと皿水波の被害が出る。通常発信するかな。あ、別に持たなくてもいいか。これで、ここら辺は何キロくらい津波みたいだろう。通常発信にしました。これで来ましたよね。あ、でもあまり行ってないな。映像が1枚行った後は音声とかそんな感じだな。電車は行くよ。知ったら初期伸びとらないと調子悪くなるぞ。いい、仮設セブンイレブンか。そう、仮設セブンイレブンです。仮設セブン、トイレも仮設らしいんですよ。1キロ以上は津波に降るはず。1キロ以上、ワークした。ちょっと FMLE がだともう全然来なくなってたみたいなんで通常配信にしました。よし。で、陸前戸倉駅があったあたりだと思うんですけど、駅舎見えないですね。うん、仮設セブン。これ本当に気仙沼との間かな、違うかな、いや、ある、気仙沼と柳津の間をこれ全部繋いでるみたいです、バスで。仮設セブンなんてことするんだな。そう、仮設セブンっていうのも初めて見ました。この辺りの人は本当にまだ被災してから昔の話じゃないですよね、全然。現地の人とその被災地とから遠く離れた人っていうのはどっちの方が時間過ぎるの早く感じるんだろう。向こうもなんか倒れてますね。自分なら親切しても1ヶ月でできるだろうに。1ヶ月で。車で走ってる人もご家族に行かないんだろうな。なくなってるでしょうね。うわ。自然界では普通のこと。見とる。ストリートビューという。うわ。あ、ストリートビューと。被災が、ああ、なるほど。川伝って内陸まで津波来たよ。あそこの小屋も、あれは、
後回しになってるんですよね、片付けるのが。いや、あー、これも建物の跡だ。うわ、向こうにあのひっくり返った、あれトイレかな、違うかな、なんかこ建物があって、右手の小学校は廃校か、うん、小学校どこ、あれ、あ、これ全部家の跡ですよね。このコンクリの基礎の枠が分かるとこ全部そうですよね。うん、1年半経ってもまだこの状態ですからね。あ、これ建物がなくなっちゃったか感じか。これ全部建物なくなってますよね。ていうかもちろん瓦礫とか取っ払った後の状態なんでしょうけど、うん、基礎だけですね。本当に全部流されたんだ。やっぱり砕いてる、コンクリのあの瓦礫を砕いて小さくしてるんですね、あの作業は。僕、うん、あ、まあこれ見せようとしてたわけではないんですけどね、あんまり。でもまあ自分としては見ときたくはあるかな。うん、ああ、ジャイアント、あ、さっきのキャリーのことか。海だけ見るとそんなに変わって見えないですけどね。ちょっと、この辺りは2年前に来たところではないんで、写真で比較はできないですね。振り返りで、いや、ただこの辺りは前通ってないんですよ。あ、場所が。どうなんですかね、復興で。もう一度同じことは起きないという想定でやっぱり建てるのかな。あ、建てちゃダメ。うん。こんは気温涼しいぐらいです。ちょうどいいです。20度前後。まあ、実際には親戚のところに行ったり、昔はなんかあの北海道の方にあのみんなで移転して新しい村作ったりっていうのもあったみたいですけどね。あ、インフラが。海綺麗ですね。今の文明を過去に滅びて4回目だという人もいますからね。この辺りの線路はさすがに無事みたいですね。この辺から北海道と怪獣は無理、気候が厳しすぎる。気候が、ああ、4人目かもしれませんね。4人目、私は4人目だからだったっけ。何目だっけ、あれは。この辺までは来なかったのかな。少し高台になってますからね。こんにちは、今来ました。元気そうで何よりです。あ、こんにちは。道路は綺麗だね。私は元気でございます。震災前と同じものじゃないかな。この道路は多分震災前と同じですよね。今の建物も。東北ってそんなにこの辺りって気候がいい方なんだ。え、殴り。でもさっきの本当に基礎だけでしたね、全部。さっきのあたりは雪降らないんだ。あ、魚。そういや、ツイッターで最近
なんだっけ、1300円のカレーでしたっけ、2000円でしたっけの話が、実はなんかその報道自体は別にそれ揶揄した報道じゃなかったのに、あのそんな些細なことを揶揄してっていう風にみんなツイッターで騒ぎ始めてしまって、元ネタは別にそんな3500円でしたっけ、あれはなんか騒いだ方が、騒いだ方がおかしかったってことみたいですね。だからあれ見ても思うんですけど、ツイッターとか噂とか本当に信じちゃダメですよね。特にあの誰々がバカなこと言ってたよみたいな、ある人のバカさ加減を攻撃するような情報っていうのは疑ってかかった方が良さそうですよね。そう、あのカレーの話は実は別にそんなとこついてなかったっていう、600円のカレーで、当日から、あとあのそのなんだっけ、放射能の話でも、それ言うのももちろんあれだけど、なるほど。普通はあの、食べたくなった。なるほど。いや、そう、3000円っていうの、500円とかいうのが高いという、こんな高いものを食べていいのかっていうふうに報道したように、その噂が広まってしまって、そんなことする報道はバカじゃないのかっていうことだったんですけど、別に報道はそんなあの論調で言ってはいなかったらしいんですよ。だからあのあれはあれですね、私が自分、普段自分もそうだと思うんですけど、叩きは気をつけなきゃいけない。理不尽に叩いているというふうに人を叩くことも結構リスクありますね。それ言うならマスコミも同じです。まあまあそうですけどね。とりあえず日本人の上げ足取りは、そう、上げ足取り。ツイッター、ツイッターはツイッターで便利なところも多いんですけどね。そばレストラン。あ、この辺りまだ。社会派。そっち方向に行くと私は恥ずかしくなってくる。いや、最初に叩いたっていう、それが実は叩いたっていう話じゃなかったらしいんですよ。そう、ニュース見てないけど、ツイッターを誤信してしまった。海の方だけ見るとあまり変わって見えないですね。で、今日のこの先は気仙沼までずっとかな、アップダウンばっかりです。時間かかる。まあ楽しいというか、なんというか、カレージャスティス、カレーの正義か。ホップか。カキは結構長いより、パンクしたら、今これで標高40メートル、50メートルぐらい、この50メートルぐらいの上りが今日はいくつあるんだったっけ、10以上あるんだったかな、10か15か。そうそう、シチューカラー、青森の、まあそうですね。そう、本当に飲みするとやばいですよ。気をつけないと。
本当に自分がバカなことをすることになってしまう。国民がマスコミが抗議しないと、マスコミは態度直さないからね。今マスコミだけの話ではちょっと違うんですけどね。マスコミの問題は問題として。今日は宿あるの？うん、今日は宿を取ってます。蘇る故郷、踏ん張れ南三陸町。これ下になんか店の名前が書いてあったんですね、もともと。店の名前はもう全然出てなくて、スローガンだけが書いてある。あ、リテラシーになるんですかね、こういう話は。うん、そう、存在するかどうか。あ、うん、いらっしゃいませ。うん、被災地訪問というつもりとはちょっと違うんですけど、結果的に来てるところはそうです。ん、何ぐらい。これはドライブインかな。干物とか売ってるんじゃないのかな。あ、これより先津波浸水想定区域って、これって後の話なんですかね。津波浸水想定区域の表示っていうのは。で、ようこそ静川へ。静川なんですかね、これ。静川、静川。お、前からあったような自宅で。前からですよね、多分。後付けであんなのつけないですよね。セメント工場かな。長い。前からですね。うん、前からですよね。セメントかな、これは。うん、コンクリートだから多分そんな感じ。ですね、静川、あ、なるほど。静川側ですか。前もあったな。うわ、この辺りもまた。そうさん、今のどれの話だろう。やっぱり高台の家は見えるんだけど、それより手前は全部ぺしゃんこですね。本当に遠くから見ると全部壊れてる。この橋も多分なんか作り直したか補強したかなんでしょうね。今の橋ですかね、仮設っていうのは。お腹痛いのに無理して油物を、わら、津波だ。あの建物は残ったのかな。あれ多分新しくないから、あれは残った建物なんですよね。あ、そうか、でもある程度半壊したのも全部壊しちゃったんですよね、後から。あの建物以外全部あの津波が起きた瞬間にこの状態になったとは思えないんで。全壊と半壊が全部取り壊されたんですよね、片付けられて。多分一瞬でここまでなくなったわけじゃないですよね。あ、この先砂利道。うん、グローブ年季書いてます。いや、いや、これそうでもないですよ。これは、これ新しいやつ。全然年季書いてない、超新品。でもあそこ生き残った建物って言っても中はもう何もないですね。手袋、これ何着目だろう。自転車乗り始めたからだったらもう数えきれないですね。病院、町役場もないの。町役場はどっかに、もちろんそれは動いてるんでしたけど、港橋。行政的でも全部買い上げた方が良かったんで。買い上げ、うわ、あれ全部瓦礫かな。向こうの山になってるのは。あと写真撮ってないや。社会、あ、延長できてないかな。ちょっと確認します。あの、踏切じゃない、信号渡ってから。どうだろう、気仙沼もなんかこんな状態だったら。でも宿やってたしな。夕食食べられるとこはどっかあるかな、本当に。ここは何、ちなみに、そう、ちょんまげ。おにぎりサムラーなんて言うんでしたっけ。結び丸でしたっけ。結び丸でしたよね、そうそう。福島方面に行ってくれ。福島方面、福島内陸の方になるのかな。この放送は気を使わなくていいとこが受けるのよね。気を使わなくて、ん、写真、そうですね。延長はできてない。失敗してる、失敗というかうまく動いてない。コンパクトシティ、あ、その
必要機能を集めてそこにしか人が住まないようにするってことかな。やっぱり旅行でしょう。とってもらわないと。あれ延長できない。延長できあれあれ延長できない。延長できない。延長が出てこない。あれあれ、ちょっとつなぎ直します。やばい。あれ、あー無料延長、今リロードした瞬間に出た。間に合うか。お、間に合ったけど繋がらない。あっちの方とか、あれはどこまでが地形で、どこからが外壁なんだろう。撮っとこう。そこの建物ももうガラスも何も入ってないですね。こんな状態なんだこっちの。あれ配信ができなくなった。ちょっと YouTube 動画の方すいません、放送画面に繋がらなくて。あ、これガソリンスタンドなんだ。今気がついた。ガソリンスタンドの仮設ですね。あ、パンク。延長はできたんですけど。延長できたんですけど、画面再接続しようとしたらうまく繋がらなくて。失礼しました。梨食べる。あんまりまだ電波良くないですけど声は来てますよね。うん、これで。あ、おはようございます。で、これは、あ、コンパクトシティがさっきの話か。タンクは、あ、でもまあ修理はできるんで。左の方に防災庁舎、どれだろう。骨組みばっかりだな。あとこの辺りの道路やっぱ作り直したのかな。こんばんは。ロンドンブーツナッツさん、いらっしゃいませ。なんか最近ツイッターで話題になってたな。そう、ロンドンブーツの人が、芸能人の人が、ニコ生で公式じゃない個人コミュニティで放送しててすごいことになってるとか。うん、港の、あ、石巻ではちょっと海の方に行かなかったんですよ。あ、こっちは少し戻ってきてるな。でも上これトタンでかろうじて屋根が作ってあるだけだな。すごいな。アスベスト、三陸三三商店街、ロンドンブーツっていう商品があるんだっけ。人が、でも上の方は住んでますね。電波はインフラとしては結構早めに普及させたんじゃないのかな。どうだろう、携帯 NG はカスっていうカタカナとかひらがなで引っかかることはよくありますよ。あ、向こうの方でなんか学生じゃないや、あれなんか作業してるな。女子あたりなんて読むんでしたっけ。いや、は行かないです。あれ南の方ですよね。それはちょっとスルーしてきてしまいました。向こうの方でなんかたくさんの青い服着た人たちが作業してる。女子って言うんでしたっけ。それもなんかニュースでよく出る名前でしたよね。私がプレアカでないってちょっとわらわら。ん、プレアカじゃない、あ、さっきのコメントした人がってことか。おかしいな、どうしてだろう。青い服とはロボさんのこと。いや、青紫っぽいかな、あれは多分作業員の人だと思うんだけど。うわぁ、上司からのどかというか、この辺りはまだ普及が進んでないですね。で、さっきのコメントによれば、この辺りに新たに家建てちゃいけないとか。あそこで最後まで避難放送してた職員が流された。誰しも家建てて住み込むよ。マインクラフトみたいに。青い服は水かい。マイクラ。
い状態です、本当に。塩抜きをしないとね。塩抜き。あれ、バス使ったラーメン屋さんだ。本当にこういう場所ならではっていうのもあって、本当にあちこちあるな。輪行はバスだと輪行できそうです。ラーメンバスって書いてありますね。これバスの座席もそのままだけど、中でどうやって食べるんだろう。本当に座席に座って、あの状態でラーメン食うのかな。教育番組、いや、そういうつもりではないんですけどね。まあ、旅行してる場所はたまたまこういうところなだけなんですよ。もともとのきっかけは餅サミットに参加するっていうことなんで、餅サミットに餅食いに行くっていう。気まずい。この時期の、あ、テレビに、そうなんだ。間に合うかどうかっていうと、6時に間に合わないぐらいだと思う。7時か8時になるかね、8時ぐらいにもなりかねないな。あ、うん、そう、リスナー情報だ頼みです。うわ、隣の人、あー、ラーメンがってことか。車が、車よく走っておりますね。影響覚えてないな。謹慎な。私はニコ生で、まあ、ニコ生に限らないけど、人の迷惑になるようなことをするのは本当に嫌いです。割と頭にくる、うん、マジ好き。結構放送中にたまたま餅つき見るっていうのもありますからね。まあ時期によるけど、うん、こっちはこれはあの木材系のやつが集めてあるみたいですね。うわ、あ、また仮設セブンイレブンだ。結構ありますね。まあこれもいつからこうなってたのか分かんないけど、そんなすぐはできてないですよね、多分。てかさっきのところのコピーかって思うぐらいに全く同じだ。あのモンスターズっていうのの垂れ幕があるとことか。ん？いえ、うん、これなんだろうな。店がこれしかないから年寄りはここで買い物してるのかな。うん、いや、そもそもこの辺今住めないわけですよね、多分。電気とかガスとか使えないわけだから。電気はあるのかな、別荘地。うん、ここもセブンイレブン。あ、走ってた。でもセブンイレブンに落としても地元には落ちないですよね、あんまり。スーパーリトウキですね、とかそういう話をしてるんじゃないんだったな。私が落として100円200円の額の話じゃあんまり関係ない。危険です。ん、何が危険。やっぱりセブンイレブンが一番ですね。イレブン、元からこの辺セブンイレブンが多いんでしょうね。ああ、地元の直接商品の売り上げがってわけじゃないですよね。何車両、うん、商店が生き残ってくれないと。でも北海道とかもほとんど無理ですよね。セイコーマートが逆にもうありがたいぐらい広まってしまったんで、セイコーマート、ローソン、そこまで家はもう建てないですね、確かに。てか建てられないっていうふうにさっき聞いたので。気仙沼から内陸へ。気仙沼からはあのもう列車移動で一ノ関ってところに行ってしまいます。政治も復興と会話ないで未来と人を
半年。なるほど、前向きにってことかな。え、何がだろう。いい。あ、見劣りが、焦点がってことですかね。これも多分無事だったとこなのかな。どうかな。また登り登り。おにぎりもありがたいが、継続的なのが一番ありがたいだろうね。継続的。辛く、全部あるだけの今だ。夜暗そうだから星見る人でも集めるか。プトプト。そう、夜暗いってのは本当にあると思います。あ、でもバイトはそんなに、いや元からそんなに良くないか。あ、なるほど、仮説でも。そしたら、直接伝わらないけど広まる範囲が広いですからね。下ってね、なんで坂から上りの時に下りって言うんだ。なんで見えるんだろう。二つ。今日のルートは、なんか、以上で。あ、ミニストップもある。うん、被災地になるとこですね。17度になった。こういう細かい坂がいくらでもあります、今日これから先。これは元の、あ、陸前高田までは行かないんですよ。今日気仙沼が止まって、明日も列車移動です。今日中に着かなきゃいけない。ミニストップが見えないな。明日は列車で一ノ瀬来てるとこ移動して、でお餅のイベントに行って、その後はあんま考えてないです。どれがミニストップなんだこれ。あ、やっぱりあれの、あそこのプレハブかな。ちょっとミニストップの状況も見てみようかな。電波行ってないか。あ、ローソンもある。自転車に、まあきついですね。うん、走るのはほぼ今日だけです。ん、ここは何なの。あ、ミニストップもプレハブだ。あ、プレハブで、あの窓がないのがやっぱり違和感あるな。コンビニで、コンビニなのに入り口のとこしかのガラスになってないっていうのが、さっきのセブンもそうですけど。なるほど。炭火焼き鳥って書いてありますね。ローソンは、ハロハロプチプチ、ハロハロ。あ、ミニストップやん、わら、プレストップ。でもこの辺りの建物自体残ってますよね、他のところは。新たに作ったのかな、コンビニを。ローソンはどうなってる？これ派手にやりやがって、どうしてくれる？クリーニング屋みたいなミニストップ。
でもこの辺高台の、あの住宅地みたいですね。ローソンはどれ？ガンバペイって書いてある。あ、ローソンは元のままだ。うん、私はミニストッパーの評価がアイスクリーム系が強い感じですね。これ元からのやつですね、多分。2010年の動画見てたら、うん、スカイナの入手経緯を知ることができるから。スカイナの何何？というわけで元のルートで走ります。あれミニストップは元からあったんですかね。この高台であのミニストップだけが流されたりとかそういうことは考えにくいから、これはどっかのミニストップがあったのは移転してきたのかな、ここにうまく喋れない、移転してきたのかな、こっちに。体育館、ああ。国道沿いに。これ今高台ですね。高台の住宅地みたいなところ。50キロぐらいあるかな。今は坂道、今標高60、うん、スカイバンダナ、アーツさんからいただいたものです。これは新興住宅地といっても震災前からですよね、多分。うん、そういうのは家の前まで来てくれる移動販売車なんか本当に便利なんでしょうね。でもああいう移動販売車ってのはそもそも儲かるんだろうか。移動販売車、そう、移動販売車は結構前見たことあるんですけど最近見ないな。うわ、トラック。でもパチンカスには自力で行きます。竹澤さんは軽いと言われてたけど、ばあちゃんはナイフで行かせてやります。チャーハン焼きとできたあるよ。残り約40キロくらいですね。あ、40キロ、ありがとうございます。あ、40キロか。1時間10キロも進まないだろうしな、アップダウンがあるから。店舗だ。あ、また来た。あ、あなたがかな、いらっしゃいませ。5時間ぐらいはかかるんじゃないかな。半分、あれどうだっけ、40キロも来たかな。私の足で40キロまだ来てないと思うから、あれなんでだっけ。こっちルートだったら80キロはないんだったかな。ヒッチハイクか。まあ時間別に8時ぐらいまではさすがに着くと思います。今は3時から。ああ、ダメだ、聞きそびれた。あ、本当に半分来ました。バナツタンはちょっと厳しいかな。将来復活させる可能性はなくもないぐらい。ああ、国道下り、今はこの瞬間下りですけどね。昼ご飯はもう食べたの？うん、昼ご飯は餃子セット、ラーメンと餃子とライスのセット食べました。700円。あそこのドライブインですね、ラーメンが400円で豚骨ラーメン500円。今は5時半に、何だったかな、となんとかラーメンは600円から650円までありましたね。で、店の中で一番高いのは見たところ850円の焼肉定食でした。なので割と安め。2人は10キロ以上、まあアベレージでどうなるかですね。チャーハンは、いや多分あったと思いますよ。あとはそばもありましたね。
麻婆丼セットと餃子セットとあのあたりが700円だった。フカヒレ系はなかったですね。あの魚介類は特にあのメニューになかったです。本当にいわゆる日本の中華料理みたいなやつ。やった。あれ？チャーハン、関西では焼き飯。うん、焼き飯とチャーハンは違うんだっけ。気仙まで37キロ。うん、何が近い？うん。あ、くれるのは。17時前に日が暮れます。電波、まあなくても録画はできてるので。最近私は比較的安らかに電波ないとこ走ってます。心安らかに。おげー。あ、また水に出るな。電波、まあそうですね。関西ディスってるんですか。iPhone アプリがありますね。チャーハン作るよっていう。難しすぎ、あれ。大阪人だから。おこげをありがたがるのはおかしいよな。私おこげ好きなんですけど。大阪は海外。うわ。おこげこげパリパリ。じゅわ。ん？じゅわ？今のはあの下の海岸線。家、 あの家を少し一段上げて家建ててたところの下のガレージのところだけ残ってた感じですね。あ、うわっ、ちょっとこれ全部車の残骸だ。さっきのところも あったけど、潰れた車本当多いですね。で、上トンボが飛んでるのかな、あれは。なんか上の方でキラキラ虫が飛んでる。トンボじゃないか、あれ。なんだろう、あの虫。焼きおにぎり、まあそうですね。そう、自動車です。潰したんじゃなくて潰れたんだろうな、これ。コンパクトにはなってないから。あの上飛んでる虫なんだろうな。蝶々じゃないし、トンボにも見えないし、なんだろう、あの羽ばたき方は。揚げおにぎりうまいらしい。揚げおにぎり、へえ。おこげでおにぎり、これ贅沢。持ち主見つからないのかな。アイリンピクのおっちゃんら、見つかったとしても、それはあの処分のためにお金払わなきゃいけないだけですよね。うん、ドキュメントとして永久保存版。ドキュメント、枠というか動画の方、あの GoPro で撮ってる。あ、ファミマもある。ファミマもあるっていうか、あれファミマなんだ。てかコンビニがやっぱり一番早く復旧に役立つんですかね。ん、何が。有名コンビニ人通り見たな、これで。んあれ、ファミマだ。そうだから、え？そうなんですか？ファミマも似たような感じだな。ちょっと窓が多いけど。一部みたいですね。うん、静浜だ、本当だ。さっきの静川とは違う綴りなんですね。静浜、静かな浜で静浜。ビジネスチャンスなのかな、どうなんだろう。だって新たにプレハブとはいえ建てなきゃいけないですよね。いや、無傷というか今のファミマは新しく建てたとこですね。また登る。まあ復活というか緊急で進出できるんですよね。進出というか建てられるんですよね。まあ、そもそも母体がでかいから。
何なんですかね。さっきイオンの、イオンは確かミニストップにイオンのチラシというか紙が貼ってあった。何が何しように、うん、2週間か。建物さえ建てれば中の中の品ぞれとかそういうのは全部ノウハウ揃ってますよね。わらわら、ボランティアと企業イメージの問題もあるのでは、と。潰れたコンビニの後にまたコンビニができる。どうなんでしょうか。わかんない。マイバスケットってあのスーパーみたいなとこでしたっけ。生鮮食料売ってる。彼岸花は見てないですね、今日は。ストップで何しよう。また下り坂の話か。なんか赤いの映ってました？和音持ってない。使えるかはハプミテン。私も和音持ってない。下りだー。ヒガンバナって造形が素晴らしいよね。ちょぼん、ヒガンバナの造形おかしいですよ。あれ順にヒガンバナが関東でももう、もうそろそろ終わりなんだっけ。ヒガンバナといえば巾着だ。オンカード何ができるんだっけ。白い彼岸花にはがっかりする。え、がっかり？なんで？珍しいんじゃないんですかね。下りに見える米ってネタでやってるの。下りに見える米、多分もうネタでしょう。さすがにもうネタでしょう。スパーは沖縄で見たな。スパー北海道で見たことあったかな。巾着だ、今がピークですかね。もう過ぎたかな。あ、北海道ありますよね、スパー。あとホットスパーっていうのもあったような。沖縄で見たのがホットスパーだったかな。あのスパムおにぎりとかコンビニで売ってましたよ。これで標高40登ってまた下り。名取のスイカ、名取ってどこだっけ。ロボさんの影、侍みたい。そう、侍っぽく。そうかな、そうだろうか。そう、ちょんまげです。これは GoPro 新しいの買ったとしても正面から見た時のサイズは一緒だから多分インパクトは同じだろうな。うん、何、いや、これは今後あのグローバル、あのワールドワイドでは一般的な格好ですから。これアクションカメラユーザーの間では全然変な格好じゃないですから。ヘッドホンスピーカーにしてください。うん、今後普通になるから大丈夫。そう、世界標準ですよね。でも GoPro の映像見てると本当に自転車のレースとかでみんな頭とか自転車にこれつけてるのとか映像とかありますよ。ひげ、単位って頭になんかついてるんだっけ。デファクト、それは実際実質上のって意味ですよね。デファクトスタンダードは、あ、延長ありがとうございます。多分できてないんじゃないかな。じゃあちょっと自転車レースは出ないです。うん、月曜日に会社に仕事する格好ではない。仕事ではスタンダードじゃないので。あ、そうか、自動無理延長自体オンにしてなかったの。さっきつなぎ直した時にどうだ、動くか。自転車乗りはですね、今日は石巻の市街地で見ただけですね、確か。あ、ダメだな、来ないな。あ、来た。
GoPro 3は出たら買いたいですね。軽くなるんで。軽くなるのとだけかな。あれはですね、外部マイクの端子と USB の給電に使える端子が一緒になってるみたいなんで、マイクと給電同時にできないのかなと、すでにもあったし、それだと困る。今私はこれ今 GoPro に充電用の USB ケーブルとマイクをつないでるんで、あとはあれが消費電力が上がってるのかどうかとかもちょっと気になりますね。被災地のお金を落とすのはいいことです、うん、お金に落とすってことですね。自販機がないね、壊れちゃったのかな。自販機はさっき一つだけ見たな。スタパ斉藤さんから GoPro さん借りれば、うん、GoPro さん、あの人別にまだ持ってないでしょ。ニコ動にあげてるの。 GoPro 映像、ニコ動は時間制限厳しすぎるんで、サイズ制限とか。今 YouTube に上げてます。あ、そうだ、学説明にもあれ書いときゃよかったな。過去2年間の、動画のリストを Google ドキュメントで作ったんで、それのアドレス書いときゃよかったな。今たどるには、私の、あ、そうだ、コミュニティの説明に書いた、そういえばコミュニティのお知らせに書いた。コミュニティのお知らせ見てみてください。そこからジャンプできます。金が、うん、あ、中部に特別苦労したいっていうのがあるんだ。今日はまだ吠えられてないです。んベガルタ、あの月防衛軍に出てきた。寝ながら、私のホームページからリンクしてるあの形式だとやっぱり全画面ならないですかね。全画面許可する設定にしてるはずなのに。バイオハザードとかやる人ですか。あ、バイオハザードは1とか2までやったかな。そんぐらいの人間です。私はあれは 3D だからやってたっていう世代です。本当にアップダウンですかね。ならないですか。やっぱが、そうなんですかね。そう、サンディーに、そうそう。本当としても、そこも時間あるなら火の中水の中。なるほど。ドア開けるシステムじゃないですか今。ドア開けるシステムしか知らない。クロックタワー。クロックタワー確かやってないかな。YouTube は、YouTube のは何だろうな。アルファベットでサイバーサイクリストで見つかると思います。開けて。今動画、YouTube に上げるための動画は、あの、青森ツーリングの時の編集してるところです。でも結構、私のページの動画から、YouTube のオリジナル動画に飛ぶこともできますよ。動画の右下の YouTube ロゴ。動画枠内の、あ、サイサイクリストのでしたっけ、今。YouTube のチャンネルは。カタカナでサイバーサイクリストで検索すれば、私が登録した動画がワンサが出てくるはず。エチキタイ、まあそうですね。寄せ木か、宿り木か。
寄り地か、寄り地区か仮設住宅って、こっちにもなんか仮設住宅。あ、で今なんて影が、なんか登って苦しんでるか、あの被害がひどかったところ見てるかっていうだけになってるかな。ポートピアはどうだったかな。あの辺りの記憶はなんかもう曖昧になってきてて。アンドロイド。フロークタワーに。お腹は痛くなってない今のところ。犯人。この辺りはずっと。サンマのはやってないな。私はそもそもファミコン持ってなかったんですよ、実は。私はセガマーク3人間でしたから。そう、サイクリング旅行はいろいろメリット多いですよ。金かかり、あまり金かからないし、体力維持にも使えるし、そのぐらいかな。まあ純粋にそのこと自体が面白いんですよ、私は。平安京もやってないな。インベーダーはやったけど、少しは。実際に自分でよくプレイしたっていうふうによく覚えてるのは、ゼビウスも100円だったからあまりできなかったしな。そう、自転車乗りの人はなんか年齢が10歳ぐらいずれて見える人多いですよ。今どこら辺です？今は、南三陸町です。平安京大好き。平安京エリアン。なんかずれてる人多いですよね。クレイジークライマーも甘えてないな。何やったんだろうな。よく覚えてるのはラッシュ&クラッシュっていうカプコンの車のゲームとか、ドルアーガの塔とか、ドラゴンバスターとか、あとよくやったのは何だっけな。ゴンペイのアイムソーリーはそんなにやってないな。あとはドンキーコングもパラパラしかやったことないですね。今地震来てますか。気温20度。くるくる回るかな。ラッシャーのクラッシュというのはですね、トップビューでアトランティス。航空費は片道1万ぐらいかな。新幹線代が8000何歩で、あのエキネットの 15% 引き使って、パックマンはそこそこかな。ああ、ハイパーオリンピックやった。私はピアノ打ちです。ピアノ打ち人間です。あ、シティコネクションも結構やった。ジャレコですね。ジャレコと言ったら、あといかんな、またこの話題になってきたな。すいません。クニオくんやりました。クニオくんは、あのクニオくんは一番最初のやつを一番よくやった。まあ、あの国尾くんはドッジボールも結構面白いけど、あとドッジボール の, あのロシアの曲は非常にいいけれども、すいません、おさんネタで。そう、ミスズが出てくるやつ。学生の殴り合いなんだけど、後ろの方のステージになると、あのヤッパを持った人が出てきたり、弾き持った人が出てきたりして、しかもそれ一発死になんですよね。ライフ制なのに一発で殺されるっていう。んカール・ルイス。そう、ドスとチャカ持った人は、あれはドスかな、やっぱかな、ドスなのか、短いから。魚竜館。そう、昔のゲームは印象に残ってるけど、最近のゲームってあんまりって、まあやってないからですけどね。そう、刃物と拳銃。あの刃物の構え方が本格的ですよね。マニアック、すいません。ん？アドベンチャー。あれ一撃しとかひどいよね。すごかったですよね。ポリゴンになって興味なくなった。私はポリゴンが一番興味あったんですけど、ドス。あ、DS はやってないな、持ってない。MSX の話か。互換機ですね。ドアドアやった。でもニュートロンの方もっとやったかな。うん、ギャラクシアンや。
ギャプラスが一番なんかよく覚えてるな。向こうの道に行ったらどうだ。この辺低いね。この辺は、この辺も瓦礫というか、あのコンクリの山が残ってるだけっていうところ多いですね。多分これ建物跡か。あ、そう、チューンソフトで今あるんだっけ。私はボスコニア X68000番が一番曲がやたら良かったし、割と別ゲームじゃけ別ゲームかな。なかったですね。おお。おお。川底、あ、どうだろう。見てなかった。津波のバカ、でも頑張って。物は流れても心までは流れません。これガソリンスタンドですよね。ほとんどわかりませんよね。あ、これどっちしろ左に渡らなきゃ道がない、通ってないんだ。コロニー、本当にこの地区の人が書いたからなんでしょうね。いや、その関係ない地区の人が書いたらなんか叩かれそうだけど。ゲームウォッチってあれ何？全世界の皆さんありがとう。あれはまさか鶴？ちょっとこれも多分家の後だ、家というか建物の後だと思うんですけど、鶴だ全部。うわー、すごいいいですね。雨ざらしになってるのになんでこれこんなちゃんと色が残ってるんだろう。野ざらしだけど、何でできてるんですかね。うわ、あ、なんか、あ、防水仕様だ本当に。あ、いや、普通の紙っぽいのもある。普通の紙にしか見えないのもあるけどな。ビニール紙。この辺りとか、この辺りとか普通の紙にしか見えないけどな。これ水に耐えるやつなんだろうか。全部足が生えてたらやだね。足が進化して防水し、あの防水っぽいやつも、確かにこれあのテカテカしてて紙にしては妙に硬いんで多分防水のやつだと思います。へえ。めっちゃカラフル。防水仕様っていうのがあるんですね。先発するのもナイアガラっぽい。綺麗。牛乳パックじゃね。牛乳パック、いや、もう材質じゃなさそうでした。もう少し柔らかい。コロ、いや、そういうつもりじゃないですけどね。あんまりなんかそういう方向に持っていくと、あの感情的になりすぎる人とか、あと反発っていうのかな、まあそのいわゆる反発が出てくるので。フラジン、新しい自転車、髪型糸ですよね。日本ハト？ハトですかね、日本の国鳥は。ご協力者のお名前とメッセージは、イサトかイリか前福幸商店街。なんて読むんだろうこれ。イリ前福と幸で復興って読むのかな、まさか。商店街。でもすごいなこりゃ。入前商店街だよ。入前復興商店街の復興ってのはあれ、あの当て字で復興なんですかね。入前なんだあれ。あ、そうか、さっき入っていうなんか地名あったな。地名っていうかなんかあったな。点検乗りしかできない。乗り始め。生々しいですよね。やっぱ当て字なんだ。点検乗りは自転車が歪むからやめろっていう意見もありますよね。出したコメントは。まあそのあたりは流して。ダンプっていうか、まあ狭いからかな。あ、駅の後だ。あ、でもあれ下の方が潰れてる、手すりが。
これが何駅だ、読めない、遠くて見えない。この向こうから。で、これ iPhone でパッと地図見ようにも、今の iPhone 地図だと線路がほとんどわかんないんですよね。あ、うたつって、うたつなんだあれ。あ、そう言われるとそう見えなくもない、うたつ。GoPro 買い替えたら、今の指にするか、アメ用にもう専用でケースに入れっぱなしにするか。うん、今の駅の、駅なんですけど、線路が今、まだ、路線が復旧してないんで、けど復旧するのかな、予定立ってんのかな。何のプレミアムか。アップデートっていうか、私が今持ってるの iPhone5 ですよ、iPhone5。え、これが復興商店街？入前復興商店街イベント開催中。え、これ商店街なのか。そう、マップが劣る5。ちょっと見ていくか、じゃあ。こっちですね。中西の何が何？あ、今さっきのところが。お金なんか買っていこうかな。はい。あ、この辺で。あ、わかりました。よいしょ。プレハブベースになってるのかな、これは。じゃあちょっとコメントの読み上げ小さくして。警備さんにも聞こえてたよな、これ。ヘルメットかぶったままですけど、頭にカメラ乗せたままですけど、行ってみます。もうちょい小さく。ドルバイヤホンビビってますよ。あ、ストレージスケジュール。これさんがなんて書いてあるのこれ。あ、結構傾いてるの、ヘルメット。ペダル立てると倒れる時もありますね。読めますか。ほら、早飲み。あ、本当だ。今日は今何時？中村正俊じゃなくて、字が違う。なんて読むんだこれ。ほら、早飲みって今何時？14時だから、あ、過ぎてるのか。マイピアノっていう、マイピアノっていうバンドがやってるとこみたいですね。タオルか。甲子園タオル350円。今日は宣伝したいことがあります。僕たちマイピアノはですね、今年の年末12月16日日曜日に仙台市内のフックっていうライブハウスでなんとワンマンライブをやります。パチ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 。ありがとうございます。皆さんにはこれ暗くて見えないですよね。今年の年末にありますので、ちょうどそれに向けて、ね、影になっちゃってるんで、ものすごい準備をしてますから。あれ止まってる、ね、思ってる以上にすごい準備をしてますから、ね、あ、そうか、分かった。ぜひ今日ポタファイから離れた。ポタファイから離れてしまった。こっちだっけ、違った。久しぶりやったのポトファイから離れるやつ、離れる失敗は。さて
撮り直す、あ、撮り直すか、さっきとだな。読み上げ音量を下げて、切れてる。つながった。サポイ。すいません、失礼しました。ポタファイ忘れ、ポタファイ忘れ。ポタファイ忘れでした、失礼しました。そうですね、久々にやりました、ポタファイ忘れ。道路の向こうです、なんでか。うまいですよね、うまいって どういうレベルのグループなんだろう。ありがとうございました。マイピアノでした。すいません、今かなり音割れしてましたね、はい、多分。はい、ありがとうございました。マイピアノでした。マイピアノ、マイピアノ。よかったよ。ソウル感じたわ。なんて言った今。よかった。感じましたか。よかったですね。あ、慣、ね、れたか。一部より全然いい。はい、ということでね、はい、アーティストやっぱりパワフルじゃないとね。そうですね、ダメなんだよ。ダメですか。もうパワフル、俺は体で表現する。ダメなんだアーティストは。バカだ、ね、なんかテンション上がった妙に。バカだじゃない。はい、はい、ということでね、まだまだ続きますけども、はい、本当仙台だけでなく、うん、いろんなところからね、うん、集まって
来てくれてるわけですね、はい、次に出ていただくのがですね、はい、加藤智隆さんですね、はい、智隆さんですね、はい、前半来てくれた方は分かりますが山形出身、はい、そうです山形出身でもうお付き合い長いですね僕らそうですね長いですね大あの人たちと付き合いが長い10年以上お付き合いがありますね、はい、お付き合いをさせていただいておりましてそういうつながりねなんか全然素人の人たちじゃないですよね、はいあの MC っていうのかいい人たちは MC の人もバンドの人もなんか全然素人っぽさないですよねうわ10年くらいみたいなあのコーラ飲んだって美味しかった結構首首でしたよ今日何をどこに落とそうかなどこにお金落としてやろうお金をゲンナマをプロじゃない どうですかね金魚すくいっていうかトルミのカードゲームやってるカードやってるトマト今トマトありましたねあ本当にこれ仮設商店街なんですね仮設の商店街あ観光協会もここにあるへえタイアップはないんじゃないかなエキサンマ100円ホタテ、ホタ、イイダコ節、ホタテ節、ハマグリ寿司、それぞれ300円ハマグリいらっしゃいませ炭火焼きホタテ1枚200円いただきましょうかおーさあ南三陸サンマでかないよね。ホタテいいですね。あ、ホタテお願いします。ええ、200円で。200円ちょうだい。ちょっとお時間。あ、わかりました。一冊。あくの。これ PC を持ってた方がいいな、あの配信やってますっていうのが分かるようにで、あの店の人まで顔を映しちゃってますけどこれちょっと勘弁してくださいあ、今、ええ、紫色のあれだこあ、いいだこですか扇風機、あれ扇風機当ててる、扇風機あれか、あの、うちわの代わりですね焼きたてもらえるみたいです私もちょっと、そっちのやつ食べることになるのかなと思ったんですけど時間をいただけますかって言われてそう、頭にカメラしかもこの PC 手に持ってこれは普段はこのテントがない状態で営業してるんですかねあ、傾きあるな、傾きあ、開いてきた、開いてきたでかいなこれ、でかいなあ開いてきた開いてきたホタテが開いてきたでかいですよね今はあの南三陸町っていうとこですあ今なんか暑さで引っ込めたぞ暑さで出てーいやこれ200円なんですよでかいな最悪ですねそりゃ殺してぐちゃぐちゃにした上でまた捨てるっていうこれ食えますよ、うん、200円700円の定食とか200円のホタテとかあまりお金落としてないなそういうアイムライブどうなんですかね普段より安いのかな、
500円、普段観光地で食ったらってことかな。よそから来た人間食っちゃっていいのかな。うん、都内の、あ、そうですね。だってお待ちのお客様もいらっしゃいますか。500円ぐらいしそうですよね。移送費ってどのぐらいかかるものなのかな。お、あのご家庭用の醤油が出てきた。宿用の T シャツ、あ、持ってきてますよ。今回バンビ T シャツ持ってきてる。醤油が垂れた、醤油が垂らされた。あ、まだもう一個ホタテが開いた。そうですよね。いらっしゃいませ。これはさすがに新鮮じゃないとやばいんじゃないのかな。生は。さて、うん、宿決まってます。すごい汁が出てる。あ、なんか別のタレが入ったかな。そうか、あ、まあ、これあの配信しながら走ってきてます、自転車で。重さですね。録画もしながら配信もしながらとか。すごい。なんか盗撮っぽくならないようにできるだけこうやって やってるのが分かるようにしてるんですけど。分かります、分かります。大丈夫、盗撮にはなってないんです。多分こういうことしながら来た人も何人かいると思うんですけどね、この辺りとか。ええ、個人の趣味でやってるんですけど。そう、言い訳がましい、全くだ。意外と車いなかったんだな。うん、ん、ヤンキー人どう。あ、こっちに出てる。車いないんだね。何かで来てる。車中央焼きそばがなぜあんなところに。人は結構いる。こっちの中は、メイクアップ、あ、これなんか美容室みたいなところ。あ、すいません。よいしょ。いただきます。来ましたよ、来ましたよ。よいしょ。ちょっとじゃあどっかで。お店ありますかね。これこれ。どうだろう、日に当てた方がいいかな。座っていただきます。でかいなあ。こんなになんか丸ままのホタテってあまり見たことないな。見えますかね、 GoPro の方も見えてるかな。気温今20度前後です。じゃあいただきます。いただきますって、これ細かく切って食べるとかそういうんじゃないですね。透けて見える。うん、はい、宿までまだ30キロぐらいある。うん、ホタテの紐が、ホタテの紐がサクサクしてる。うん、生ホタテ焼いたらこんな感じなんだ。なんだなんだ。すごいな、こんな味がするんだ、ホタテ焼いたやつって。ホタテのこの食べ方初めてだ。なんていうか、あの生っぽいところもあって、で味がしっかりあの濃いホタテの味がして、で紐のところはなんかあの
あの噛み切れないくにゃくにゃだけじゃなくてサクサクした食感があった。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。柔らかかった、美味しかった、すげえ。あれで200円なんだ。これは本当になんかここだから安く食べられたっていうのあるんだろうな。なんかそう思いたくなってる自分っていうのもいるけど。あ、いらっしゃいませ。今聞こえた。でなぜかここに富士宮焼きそばが。韓流屋台はあれは何だろう、チヂミ串とか。あとは飲み物欲しいな。改めまして加藤と申します。よろしくお願いします。カタカナ7文字加藤にトモタクと書きます。加藤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 ジンジャーエールありますかね。ジンジャーエール、いくらですか。いや、あのこのままで大丈夫です。はい、これは見てね、はい、これで、あ、そうか、でも飲ん、あ、すみません、やっぱりコップ入れてもらっていいですか。コップ入れてもらっていいですか。すみません、え、お願いします。飲んでいかなきゃ途中まで持っていけないんだった。そういや炭酸だから。あ、すみません。どうなってるんですか。これですね、配信、今生放送中ですけど、個人の趣味なんですけど、もうすぐ出ます、こんな感じで、で、こう、これで、映ってます、思い切り映ってます。大丈夫ですか。で、これ見てる人のコメントが今ちょっと小さく来てるんですけど、こんな、っていうのを聞きながらやってるんですよ。ただまあ失礼なコメントもあるんで、あんまり大っぴらに流しながらではやってないんですけどね。なるほど。でこういうふうに周りの人が今みたいにその放送に気がつかれるとやたら盛り上がるんですよ。褒めてもらってますね。見てる人が多分リアルタイムだと50人から100人ぐらいいると思うんですよ。100人までいないかぐらいだと思うんで。で、さっきあ、すいません。はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。じゃあいただきますね。見えない。でも全然200円っていうのは少し高いやつなんでしょうね。わあ。てかここであんまり時間食ってるとやばいな。まあでもこういうのこそ醍醐味ですよね、こういう旅行の。いただきます。ホタテ、生のホタテ焼いたの食って、ジンジャーエール飲んで。コメント小さくしすぎたからあまり聞こえない。結構子供たちのあの子供たちの遊び場にもなってますね。あの DS 持ってきてる子供たちとかカードデッキとか。あの歌い方なんかすごく負担かかりそうな。
な感じがするんですけど、練習するから大丈夫なのかな。まだこんなに残ってる。ちょっとこれ弓矢が大きくしよう。ほとんど聞こえない。でも曲が終わると周りに聞こえるな。よいしょ。今ここ止まってますか。あ、今ここあれだ、古い方の iPhone で今カニアバッグの中でやってるから、その iPhone、 古い iPhone がポタワイから離れた状態になってるからだ。あとで復活させます。まあ今日は特別のイベントなんでしょうけどね。現在地はですね、中じゃない、南三陸町。ちなみに僕ね、役場の近くなんですかね。J リーグのラインを引いてるのもあるんですけど、ね、競技場のこんなこともやり、こうやって今歌を歌っていただいておりまして、なんかこれずっと飲んでるともう少しなんか食いたくなってきたな。せっかくなんで、なんかちょっと見られましたね今。山形から来たっていう痕跡をここで僕は残しておこうと思って思いまして、笑ってた。なんかフランクフルト売ってたりしたんですよね、さっき。たこ焼き焼きそば、ちょっと腹に溜まりすぎるものは避けて。あれ、フランクどこ。山形では、サンマで流行ってきて、まあ、宣伝もあるかもしれないですけど、サンマか。あのサンマ焼き方もうまそうでしたけどね。あれで100円ってどんだけ儲け少ないんだ。大流行。トニックシャンプーで頭洗う。宣伝しないと。これか。あ、これいいな。骨付きソーセージのハーブ焼き、150円。あ、すいません。ソーセージのハーブ焼き1本ください。安いですよね。はい。おお。あ、本当だ。パスタも安いな。500円。ソーセージ。ソーセージなんかいいですよね。サイズ的にも。焼きそば丸ごと食ったりしたらかなり腹に溜まるけど、ブブみたいな、こういうのでいいんだよとかそういうやつですよね。あと今日あそうか、今日の昼飯の時はツイートし損ねたんだ。定食が700円で、餃子定食が700円で、案外安いねって書こうと思ったんですけどね。何してもらった。いただきます。この子のグルメはなんか、あんまりグルメしてないところが好きだな。なんか気持ち悪いぐらいにその美味しさにとことまでこだわるっていうのじゃないのが好きだな。共感するところがあるんですね、きっと。うまい。神経じゃない、神経じゃない。何のハーブなんだろう。私が知ってるハーブ、カモミール、カモミール、タイム、あと何だろうな。うん、高いですね。ああ、マジでもそう、もう出ないとまずいよな。こうか。さっきの最初に見たのピアノなんだっけ、なんとかピアノっていう、あのバンドがすごい勢いでやたらうまかったから、なんかテンションが下がって聞こえてしまうな。全然違うジャンルなんだろうけど。
あと1杯温泉か。2時間ぐらいやばいな。真っ暗になってしまう。急がなきゃいけないんですけどね。長いすぎかな。これかです。あ、これですね。ウエスタンオーってなんだっけ。大名なんだっけ。大名奉行じゃない、なんだっけ、勘定奉行だ。なんだ大名奉行って。あ、いや、宿のミニットはないんですけど、暗い中も走りたくないんで。いいパッパ。そう、急ぐのは急いだ方がいい。ヒッチハイク、バスはあるんですけどね。こちら楽しかったこと、そう、会計ソフト、それだけは覚えてる。雨音が聞こえなくなって、今の何かと思ったら曲の中の雨音だ。ごっさんです、ごっさんですじゃない、ごっさんです。ん、今日ごちそうさまです。美味しかったですまた盛り上がるそうです。ん、まあ、バッテリー切れた。あ、了解です。交換しよう。予備あります。トイレ行ってきたいな。飼い犬でしたっけ今。休日が。あのこれコーラ早飲みちょっと見たかったですね。どんだけ壮絶なコーラ早飲み大会があったのか気になる。うん、あ、そうだ。もう一個お金落とそうと思ったんだ。この何か買うの全部お金落としているのはいやらしいですね。どう。タオルは、ね、これですかね。50円です。じゃあこれ一つお願いします。 ありがとうございます、ね、これこれですか。はい、そうです。はい、お預かりいたします。じゃあこれで、あ、そのままでいいです。いいですか、ね、切りますか。いや、あの後で、ええ、やります、はい、マフラータオル1枚入りリバースですよね。あのコーラの早飲みはすごいダメージあるんじゃないかな。これ800円が350円って書いてありますよ。あれでもこっちはどうなんだろう。こっちの方がいいんじゃないか。あれこれ椅子じゃないのかな。はい、どうもありがとうございます。ゆっくり見ていってください。これこっちは同じじゃないですかね。これ別の、これが別なんですか、ね、これは、タオル、これ幅が狭いじゃないですか、マフラータオルになってて、ね、こっちは普通の大きさです。これ値段は、これ450円です。あ、じゃあこれにできますか。あの交換、交換でできますかね。あ、できると思います。すいません、聞いてきます、はい、こっちの方がなんか、はい、気に入ってしまって、あのプラス100円で。さっきあのこれ見て思ったんですけどね、両方なくそうでもあったか。今たあのなんかレシート切っちゃったからですよね。問題になるのはさっきの口棒っていう方にしたんですよ。両方でもよかったなすいません、つい交換を言い出してしまいました。
申し訳ないことしたな。ガムロに行くよりはなんかこの地元の絵が入ってるのが好きなんですよ。そう、地元、日本よりは、あ、もう今、ちょっとあの交換お願いしちゃったんで、なんか大変そうな、なんか別の人に捕まってるのかもしれない。うん、あと俺1万円ぐらいで全部買えるかな。うん、スポット店すいません。品物もらいましたか。これで、はい、どうもありがとうございました。あ、すいません、トイレってこれどこに。あ、ですかね、はい、ありがとうございます。いや、申し訳ないことした。あ、これタコ台の上の方にも何かありますね。がっかりか、申し訳ない。カードはいつでも使えるんで。そっか、じゃあちょっとトイレ行ってきますね。よいしょ。じゃあちょっとお待ちを、急いで。